今回の動画では、タイガースの春季キャンプ最新情報として、ノイジー選手が別メニュー調整となった件について、そして岡田監督が井上選手と前川選手を高く評価していることが明らかになった件について、掘り下げながら紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。なお、このチャンネルは熱狂的な阪神ファンによる、阪神だけに特化したチャンネルになり、阪神に関連しない動画は一切投稿しません。そのため、阪神ファンでチャンネル登録がまだの方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。ではまず、ノイジー選手から見ていきましょう。オフに岡田監督からバットを立てるよう指示されたものの、キャンプ初日からバットを寝かせたスイングを披露し、大きな話題となったノイジー選手。フォームについては岡田監督ともしっかりコミュニケーションをとっているようで、大きな問題ではありませんが、決して順調とは言えないキャンプを過ごしています。2月8日に右前腕の張りを訴え、打撃練習を回避する事態に。右前腕の張りがあったので、トレーナーと相談した上で判断した。春季キャンプの最初に無理をする必要はないということで、そういう話になった。特に問題があるわけではない。もし練習に出ることが必要だったら、全然出られたレベルだったと軽症であることを強調し、紅白戦2試合にも出場。その後も早出練習に参加するなど、精力的にトレーニングを行っており、問題ないと思われていました。しかし、本日2月16日に今度は右肘痛を訴え、別メニュー調整に。2月8日の練習でも右肘を気にする素振りを見せており、悪化したと見られています。右腕に違和感を抱えたままプレーした結果、今度は右肘に痛みが出たのでしょうか。本人のコメントはまだ出ていませんが、非常に心配です。昨シーズンはレフトのレギュラーとして133試合に出場したノイジー選手ですが、立場は決して安泰ではありません。岡田監督も、今年は外野はわからんよ。森下、ノイジーはわからへんと、レギュラー拍手を明言しており、アピールが必要な立場となっています。ここから始まっていく対外試合の結果次第ではスタメンの座を奪われる可能性もあるため、なんとかアピールしたいノイジー選手ですが、コンディション面の不安を露呈してしまいました。ただ、昨シーズンの春季キャンプの経過を考えると、それほど心配はないかもしれません。ノイジー選手は昨年の春季キャンプでも腰の張りを訴え、別メニュー調整に。3月6日にようやく屋外でのバッティング練習を行うなど、かなりの調整遅れが心配されていました。それでもそこからコンディションを上げ、開幕戦から3番レフトで出場。シーズン中に再発し、ベンチ外となった試合もありましたが、長期離脱することなくシーズンを完走しました。去年の時系列を考えると、2月半ばの違和感をそこまで悲観する必要はないかもしれません。昨年の春季キャンプで別メニュー調整となった際も、これだけ外れるのは嫌、と漏らすほど真面目な選手なので、サボっているわけではないはず。万全の状態でシーズンを戦うために、早めに対処したということであってほしいですね。今後の続報に注目です。続いて、岡田監督が両翼のレギュラーを争う、井上選手と前川選手を高く評価している件について見ていきましょう。広島の監督としてリーグ3連覇を成し遂げた尾形氏と対談した岡田監督は、外野のレギュラー争いに話が及ぶと、自ら井上選手の名前を挙げ、今年は井上もええよ。去年より全然ええよ、今年は。飛距離がある、とコメント。尾形氏からタイミングの取り方に変化が見られるのでは、と問われると、見える、見える。今年ようなってる、と太鼓判を押しました。昨シーズンの春季キャンプで野手 MVP に選出したように、岡田監督から高い期待を受けている井上選手。昨シーズンはキャリアハイとなる13試合に出場しましたが、6月以降は1軍出場がなく、終盤に成績を上げていった森下選手には大きな差をつけられました。2軍でも思うような成績を残せていないこともあり、ノーステップ打法に着手。今回の春季キャンプでもノーステップ打法に取り組んだり、ノーステップをやめたりと、試行錯誤を続けています。フォームは固まっていないものの、持ち前の長打力は健在で、
バッティング練習では柵越えを連発。紅白戦ではヒットが出なかったものの、2イニングで3つの三振を奪った岡留選手の150キロ近いストレートをフェンス際まで運ぶなど、状態は悪くなさそうです。岡田監督からは、年齢的にも大事な年やわな、そろそろな。本当の勝負かもわからんと発破をかけられており、今後は多くの対外試合に出場する見込み。同じタイプの野口選手が台頭する中、どのようなアピールを見せてくれるのか、非常に楽しみです。井上選手に続き、自ら前川選手の名前を出した岡田監督は、ボールが上がるようになってるのは前川や。潰しに行く打ち方でラインドライブが多かったけどね、今年はボール上がるよ、とコメント。昨シーズンまではライナー性の打球が多く、飛距離が出ていない印象だった前川選手のバッティングが変わってきていると評価しました。岡田監督は両翼の選手に長打を求めるといった発言をしており、昨シーズン2軍で2本塁打だった前川選手にとって、飛距離アップは大きな課題です。フィジカル面の課題もあって、トレーニング方法をガラッと変えたという前川選手ですが、ここまではバッティングで大きなアピールができています。第1クール最終日に行われたランチ特打では、67スイング中、27本の柵越えを記録。5本連続柵越えや、約130メートルの大飛球などもあり、並んで打っていた佐藤輝明選手以上のインパクトがありました。オフに打撃フォームの解析を行い、下半身の使い方を見直したことが飛距離につながっているようで、かなり打球の質が変わった印象です。見守った岡田監督も、だいぶボールが上がるようになってきたよな。抑え込むようなバッティングやったけど、スムーズにレベルで打ったらボールが上がるようになってきたんやろな、と高く評価している様子。紅白戦では詰まりながらのヒットもあったものの、4打数4安打とアピールに成功し、評価も日に日に高まっています。第3クール最終日には、約1年ぶりにレフトを守る場面も。岡田監督の、左投げの外野手はライトという持論から、ライトに専念してきた前川選手ですが、ここに来てレフトでの起用も模索されているようです。前川選手をレフトで起用できれば、ライトに入るであろう森下選手との共存も可能。昨シーズンレフトのレギュラーだったノイジー選手がコンディション面も含めて不安を残しており、前川選手のレフト起用も現実味を帯びてきています。両翼は森下選手だけでなく、野口選手や小野寺選手、井上選手など本当に多くのライバルがいるため、ポジション争いから目が離せません。2軍の試合を含めて多くの打席を与えられるようなので、今後の実戦でのアピールに注目しましょう。今回の動画もご視聴いただきありがとうございます。阪神に関する動画をほぼ毎日投稿していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。コメントと高評価もぜひお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。